はい、皆さんこんにちは、アキでございます、久しぶりにフォールアウト4をやっていきたいと思いますね。私もね、もう今レベル22まで、もう23になりますけどね。でね、ちなみに、上がっちゃったわ。ちなみに今ね、ちなみにね、私ボスにビューズに入りました。ビューズに入って、まあビューズに入るとね、定期的なクエストがね、仕事が受けれるんで、それをしまくるとね、レベルカンカン上がるんでね、まあそれをしたかった、レベル上げたかったんでね、それをしました。で、その続きでですね、これですね、ナショナルガード訓練場を調べる、ダンスのね、パラディンダンスを助けたらね、ちょっとヘルプするというか、それをするとちょっと頼まれる、あれですね、クエストですね。これをね、ちょっとやっていこうかなと。ここ結構大変だったと思うの。グールがいるね。どうだろう。なんて無駄なの。ジャーナリストによくあることなんだろうか。それとね、あとね、あとあれだわ、相方さんがね、もうむちゃくちゃですよ。さあ、立っていきましょう。よし、まだある？打ってくるかな。ねえ、何か。あ、大丈夫だね。こっち当たんないね。弾はね、ワンサカあるんでね。やっていきましょう。で、ここに、グールいなかったっけ？ああ、2匹倒したと思うんだけど。おいいですね。ちょっとわかんないね、もう1匹はね。いたわ。このとこいたわ。キャップ。ついさっきサソリにね、殺されましたよね。ちょっとブルーです。あ、救難信号を救出しました。あ、これかな？関係あるかな？あ、これだね。マスター、これは開けられない。こうやって招かれざる客を入れないようにしてるんだ。あ、離れたね。これね、近寄ってったら音の間隔が短くなって高くなっていくんですけど、ちょっとここなんか取れないかなと思って今ね。ああ、取れないや。別から来ないといけない。あ、ロストまでしちゃった。で、ベルチバードかな、これ。ヘリコプターがね。墜落。あ、ベルチバードじゃないか。おっと。なんかね、いけないんだね、これ。あ、いけんのね。あ、ちょっとね、酔いそう。私、酔いそうだね。ダメだね、ここは。よいしょ。よいしょ。よいしょ。足場が悪いんですけど。いける？いけないね。あ、いけた。あの音してるね。ターレットの音がしてるね。マシンガンターレットの音が。あ、この上にいいんだね、きっと。どっちだったっけ、もうね、忘れちゃってんでね。あ、いた、あんなとこいた。他いないかい？結構ね、いろんなスキルつけていきましたよと。さーてと。ちょっと強くなったね。こっちかな、じゃあ。ちょっと待ってね、なんか作れる？作れませんでしたね。こっち？あ、違うね、こっちさっきロストしたところだから。どっちだろう。これ開かないんですよね。
高なった高なった、うん、高くなってきたね。え、高くなったと思ったのに下がったね。え、確かね、確かよ、どっかから入るんですけど、あ、これかな、これかな、あ、いや、これはあれだわ、中に、強烈なのが中に入ってら、あれ、勝てるかな、あれ、もう、あ、救難信号が入ってこない、あ、見つけたね、見つかったね、こっち行ったらダメなんだよね。お、強くなった、でも弱くなってるね。うん、ロストしたしね。こんな難しい救難信号初めてだな。お、上にいるし。いるね、あれ。あれ生きてるよね。パイパーさんか、パイパーさんのね、投擲がね、もう危ない危ない、何度か殺されましたね。あ、地雷だね、地雷だいぶ使いすぎちゃったんで、もう今はほとんどないんですけどね。あ、今1個なってね、あ、こんなかかな、これだね。さあ、これ30分で多分解けないんでね、どうしたもんなのかなと。ちょっとすごく慎重に言ってますけどね。ここは何か変だよ。いやいや、もう変なのは分かってるんですよ。そこにいたわね、見せつけてやったと思う。たまたまにあるでね、これをお見舞いしよう。違う違う、そっちじゃない。もう一匹、あ、いないか。今殴って殴られたね。もう一匹、こっちこっち、よいしょ。今んとこプールさんが鳴ってないんで、ちょっと放射のダメージ食ってるけどね。あー、グーさん素早くなったわ、本当に。1200発しかない、あ、だいぶ減っちゃったね。1700、800発あったのにね、減っちゃいました。綺麗な水が欲しいね。さてって何かあるかな、トイレにこんなのあるって、すごい変な感じだけどね。プストンビュークルシは別にいいですね。あ、寝れる。おお、びっくりした。それをやる必要はある？いや、こっち、これなんだ。こういうことチラチラあるんですよね。これをハッキングすることはできない。か、となると、あの人来れないんじゃない。まあ、いいか。パイパーさんね、いるとちょっと派手になっちゃうよね。なんてことだ。あ、いた人が。一体何人の野郎どもを殺したんだ。あ、この人なんだね。ナイトアストリンさん。ナイトアストリンさんのホロテープ。ナイトアストリンさんのホロテープを聞きましょうと。あ、もう右に入っちゃったね。しまったね。あ、これってあれかな？ナイトアストリンさん、忘れないうちにね。ナイトアストリンさんのホロテープ。ほい。ナイトナラアストリン、 B
TOS 偵察チーム 429α シリアルナンバー3431。ディストレスパルサーを発信してから3時間、パラディンやファリスからの応答はない。奴らのターゲットは沿岸の衛星アレイだった。射程外かもしれない。命令はこの陣地を何が何でも守ることだった。陣地は全て制圧された。このドアももう長くは持たない。パラディン・ブランディス、ご一緒できて光栄でした。一度剥いじゃった服は戻せないですね。戻しても着せることできないですね。ちょっと私もちょっとひどいことしちゃったかなと思ったので戻そうと今頑張ったんですけど無理でした。よいしょ。で、彼女がやられてたっていうのをダンさんに言わないといけないのかな。あ、リビア衛星アリを調べる。あ、まだなんか追加が出てきたんだね。まあちょっとせっかくなので上行っちゃいましょう。あの近くにね、衛星で人工、ああ、いや、あのね、衛星のね、あれがあるんでね、アンテナがあるんでね、多分そこだと思うんです。あ、そうだ、レベル上がったんだ、忘れてた。もうこのね、ステータスの振り方がね、極ぶりって、極ぶりってわけでもないけど、カリスマ上げないとほんとまずいんだけど。ああ、最大体力が20増か。慌てず急ぎ薬物を摂取したときにこれいいんですよね。あ、放射能がさらに減少する。アーマーもいけるかな。あ、レベルが足んないね。あ、手足でのダメージが 30% 減少っていいね。あ、これですね。このミスティックパワーっていうのがね、あの3のカルバリズム、カルバリズムじゃない、カニバリズムのことですね。あの人間の死体を調べるとってなってるんですけど、まあこれもう見た目そうだよね。調べてるように見えないよね。まあ食べるとかっていうやつですね。どうしようかな。これは、あ、これ結構良かったんだ。あ、でもまだ私これ追いついてないんですよね、正直。あ、アクションボーイか。アクションボーイ、あ、でもあんまアクションボーイ使わないっちゃ使わないんだよね。まあ使ってっけど、使ってっけども、お、いける。スニーク入れちゃいましょう。もうあとあれですね、あと1個でスニーク多分満タンになるんで、スニークはね、ちょっと私、殴りってあんましゃがむよりは立ってる方がいいですけど、やっぱこのベゼスターさんのゲームはね、もうやっぱりスニーク大好きなんで私は。そんな感じですね。あ、ジェットが入ってるね。ここはもう多分あんまりないっていうか、あとはあの残ってるグールさんが出てくるか来ないかぐらいかなと。あ、ナショナルガードの、あ、そうだ、これいるわ。ただちょっと自信がなくなってきたね。最後というかね、ちょっとなかなかな展開になると思うんです、私の記憶だと。まあさっきもね、スコーピオンにサソリにやられて死んじゃいましたからね。おお、やっぱここはないね。もうないね。先ほどの鍵を使ってってところだな、とはね。あ、階段もあるし。あ、そうだね。ここ降りてきたんだね、私はね。あ、降りてきたんじゃない。登ってきたんだね。ここに入って。あ、まだいいんだね。これなんですよね。パスワードが拒否されました。許可された他人のアクセスか。あ、セキュリティドアコントロール、もういいんだよね。もう入れてんだよね。はい。ね、開いたでしょう。開いて、金属バケツはいらないね。デッキブラシもいらないね。あ、ナショナルガード訓練場ね、まだあるんですね、これね。
あ、そうだ。結構いいね、防具が入るようになってきました。コンバットアーマーね。あ、ボスのコンバットアーマーか。いや、これはあの人が取ったやつだね。あと、グロックナックのコスチュームを取りましたね。あとは、そうだね。なぜかカリスマのメガネしてますけど、こっちはめるとパーセプションの、パーセプションがあるんだよね。でもまあ、パーセプション今正直そんなにいらないでね。あ、いるいるいる。まだバレてないですね。多分これあっちに行きますよ。あの誰だっけ、パイパーさんの方に行こうとしてるんで。本当ね、パイパーさんをね、あれで使えるんですよ、おとりで。で、こっちかな。ナショナルガードバラック。あれ、もう他のとこ行っちゃう？行っちゃうね。あ、もう行っちゃっていいのかな。いいんだね。高所になってるけどね。高所になってるんだけど、あ、行っちゃった。パイパーさん行っちゃったね。すごく上がっていくからね、もうあれですよ、あのそこらにいてもね、もう奇襲になっちゃうんでね。で、これに忍者っていうのがね、能力があって、それをかますとすごいことになるんですけど、まだいらないんで、もう近接でだったらすごいことになりますね。ただそこまで倍数いるかなっていう感じもあるんですけども、これ1匹じゃないよね、多分1匹じゃないと思いますよ。私もう走ってもバレないんだね。で、こっち行こうか。あ、いるいるいる。もう走ってもバレないんで、私は。なんか言い出した言い出した。多分出てくると思うんですけど、おっ、これはすごいな。一撃でつけた伝説だ。あ、放射能性のコンバットライフ。おお、放射能ダメージを追加で50与える。こんなの初めて取った気がしますね。あ、これいいわ。いいけどあれなんだね。いいんだけど、いいんだけど銃声するからね、サプレッサーついてないから。それだったら近寄ってね、一発殴ってる方がいいんだよね。こういう感じでね、こういう感じで殴ってる方がいい感じがするんですけどね。おい、で、あ、パーボン、パーボンいただきましょう。で、兵器庫管理ターミナル。お、はいはい。遠隔とは操作。はい、開けましょう。これですけど、多分ね、多分ですよ。多分あの、表にいたロボットはいたでしょ、一体。強烈なんかいたでしょう。彼の扉を開けてると思うんですよ、私多分。今のね、だから出たらとんでもないことになると思うんですけど、勝てるかな。違うかな、別のとこだったらいいんだけどね。もうやっちゃったよね。あのパイパーさんとかその仲間の人がね、通るのがね、敵と勘違いしちゃうんですよね。よいしょ。
199歳を超えているようにはとても見えないな。そうですね、200歳、私200歳超えてるんでしたっけ。なんかそういう設定ですんでね。で、こっちはこれは降りたらダメな気がしますね。この扉取ったのかな。いるいる。あ、こっち使おうか。よいしょ。バレる？じっとしてバレない気がするんですけど。こっちだけだね。殴りになってる？よし。いや本当ね、ステルスはこれあるからね。これあるから本当助かってます。うわ。あ、おお、なんか緑に、ああそうだ、光ってんの出てきてんだ。さあどうしよう。でもバレない。あ、落ちちゃったね。落ちちゃったんでほっときましょうか。もう登ってこれないでしょ多分彼は。よいしょ。ちょっとセーブしましょうか。セーブよく忘れないんですよね。よいしょ。何でも持っていきましょう、持っていけるものはね。でここにいるよね、一人ね。手術用トレイはあるんでしたね、確かね。こんなもんかな。でこの中は、あ、ショットガンシェルね。寝れる？無理でしょ。でここ開けて、おお、いる。もう正面から見ててもバレないね。これはいいや。前はね、ステルスと上げてたんですけど、どうしても鉄砲撃ってたってね、殴りに行ってなかったんで、ここまで寄れると思いませんでしたね。うお、ダメだ、これダメだ。あ、誰か行ったね。あっちから回るべきかな。そうだね、こっちからも。ああ、似たようなもんか。よいしょ。でこっちはプランジャー。ダメだなこれ。あ、でもなんもないやね、なんもないや。おお、いるいる。なんか後ろ姿で走ってたけど。よいしょ。来てる来てる、すごい音してるけど。すごい音してるね。くれんだ。もうあと回るところ、あ、何かある。あ、大丈夫な。ああ、そうだ、私も食べてもほとんど放射のためじゃなくなっちゃったから回っていかないともったいないんだよね。壺はいいか。ああ、これがこうなんだね。となるとここは降りていかないといけないんだよね。っていうかさっきのと上がってきたよね、ここからね。あのやばいのがいいんだよね、あれね。ちょっとセーブしておこう。うん、うん、くそ、あ、バレちゃった。いいね。いいですね。ステルス陣に見つかる可能性がさらに減少しました。はい、スイカ。いや、私結構ね、このゴミ拾い好きでね、ちょっと申し訳ないですね。
あ、いいのある。テイト。で、人参。すごいでしょ。この世界の人参、とんでもないことになってるんでね。からか。さあ、じゃあ、光にやっつけに行きましょうか。こっちじゃないね。こっちだね。さあ、あの光の。でもいいんですけど、回復はしないよね。セーブしかしないよね。放射のダメージ食らってますんで。ああ、おいだら続きですかね。そうだね、こっちじゃない。お、こっち。いや、こっちじゃないはず。あ、訓練中だから違うね。よいしょ。訓練中行ったら戻っちゃうんで。こっ、あ、あ、あらら。びっくりしちゃった。ライトつけっぱなしだったからね。ボタン間違えそうになっちゃった。ほんと今回グールさんはね、なかなかパワーアップしてますね、いろんな意味で。罠ないかい？なんか動いたけど。これは軍作業服。いやー、まだいいですね。ちなみに軍作業服はね、後半すごく使えますんで、でも今は全然いらないんでね。ましてトイレの上にあったやつはちょっと私ご許しておきます。さあ、あれ、ここは結構な一本道だったと思うんですけど、違ったかな。違うね、これ。あ、あ、違うか。一瞬ちょっとあの物いただけるかなと思ったんですが、おや？おやおやおや。おやおやおや、おや？あ、違うね。ここ行ってないのかな？ここ行ってないのかもわかんないね。ちょっと降りてみましょうか。いや、来てるね。来てる？いや、来てないかもわかんないね。もうその、あの、ゴミ持ってってないからね。おや、はい、家に来る準備 OK。 あら、でもやっぱこうなんのかな。あ、違う、これ正解だ。ただ恐ろしいんだけど、もうセーブしてると思うんでね。これね、ここ開けるとすごい憂鬱なんですよね。でも開けないと出れないんで。ちょっと迂回していきますよ。ちょっと悪い予感しかしないから。あ、あれがね、なんちゃらあれやと思いますね。あ、あっちに向いてますね、あのあれが。方角なのね。うー、大丈夫かな。あ、怖いから登っちゃおうか、これ。あ、これ登ったやつだね。いるわ。よいしょ。こんなとこいたんだね。怖いで一遍上に退避します。よいしょよいしょ。大丈夫かな、大丈夫かな。あ、そうだ、あそこも開いてんじゃなかったっけ。
じゃあ行っちゃおうか。大丈夫そうだよね。え、ああパイパーさんだね。はい、武器庫、ここに入れるようになるんですよね。入ってよかったかな。ああ、そうだ、こんな感じだ。というわけでね、ちょっと今回はこの辺で終わっておきましょう。フォールアウト4終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。続きはね、この後、あの、またこの後の続きからやっていきますんで、よろしくお願いします。